あ、かっこいい。基本となる顔型だから、こっからまたいじれるんでしょう。ああ、かっこいいな。この7番なんて、なかなかいいんじゃない？髪型。あ、これ面白いぞ。これないってのは、どんどん用意されるの？それとももう、そもそもないの今。ああ、迷うな。これにしよう。眉毛。これにしよう。ひげ。ひげはこれが好きなんだけど、これがいいね。僕もね、今、あごひげが、まあ、こんなに生えてないけど、ひげの長さ。あ、素晴らしいね。ひげにこだわってくれるところ、素晴らしいね。まあ、2かな。1も場合によってはありだけど、3か2で2だな。額。彫りは深くしよう。ちょっと眉山上げて、側頭部の幅。これはちょっと深くして、これ悩むよね。眉の間隔、若干狭める。こんな感じでいきましょうか。目。最初5ね。これ、他に目の、位置とか変えられるのね。感覚は広げなくてもいい気がする。前後。目の位置っていうよりは顔が動くね。これ出てた方がいいかな。上まぶたの位置。こんなもん。傾き。ちょっと引き締まってる方がいいかな。色。6番とかにしとこうかな。輝き。これ一緒にしましょう。いいんじゃないかな。花。花重要よ。鼻ちょっと高くして、いいね。ここはね、僕なるべく出したいんですよ、キャラメイクするときに。 これ何分になるんだっていうね。ここは閉じておいて、鼻筋、そう、ここもね、こうゴツンと出したいんですよね。で、幅はあんまり広げるのもあれなんで、こんなもんかな。鼻先の上下は下向いてていいです。こんなもんかな。こんなもんかな。ゼロか。もう一個入れるか。幅。こんなもん。いいんじゃない？頬。頬骨は出した方がいいかな。ちょっと出そうかな。1前後。もう出てた方がいいね。輪郭。
細かくいじれますね、随分。はいはい、ここはちょっと出てましょう。 OK、 次、口、口も重要よ。上下、幅、位置、前後、こんなもんでしょう。もうちょっと低くするか。そう、厚みはちょっと薄くしましょう。薄くすると幅は少しあれかな。うん、下唇の位置、噛み合わせ、ね、あーでもこんぐらいがいいかな。口角、口角の前後、OK、 顎、はい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 、少し顎は伸ばしていこうかな。歪み、あ、面白いねこれ。なかなかなかったよねこんな。ちょっと歪ませようかな。うん、まっすぐもまっすぐでいいんだけど、どっちかに歪んでると面白いね。いいね、このぐらいにしよう。 OK、 顎先の上下、こんなもん。前後、ここもね少し出てた方がかっこいいと思うんですよね。輪郭、顎先の幅、あ、ちょっと力強くなるね。こんなもんゼロかな。ちょっと増やしてみようかな。いいよ、かっこよくなってきたよ。ちょっと下ろして、幅広げて、はいはいはい、 OK。 肌、肌の色、うわ、どれも似合うね。2番だったよね。3番にしてみようかな。うん、でもこれもなんかね嫌いじゃないんだよな。アジア、アジア系かなこれは。これにしよう。でもシワ7番ね俺。これで雰囲気変わるよね。もう人が変わってるよね。うん、こっちもかっこいいんだけど、これもね、このぐらいシワ欲しい感じも、肌の毛穴の感じとかすごいね。ただこの肌ツヤ感で見てきたから、あー、でも8番いいな。8番にしよう。勝てない。いいね、かっこよくなったOK です。アクセサリー、あー、そうか、そういうのも入れられると。うん、そうか、まあ傷も面白いか。もうちょっとこう小さい傷があるとよかったんだけど、これが一番シンプル。まあでも傷つけりゃいいってもんじゃないもんな。いや、つけようか。いや、いらないな。今回はなしでいきましょう。このアバターでよろしいですか？イエス。すげえ時間使った。